ルビーロマン。日本で売られている果物は、海外に比べると値段が高めです。バナナでも4本ほどで平均200円くらいします。キウイは1つ100円ほどで、マンゴーになると最低でも1つ500円くらいします。果物の値段が高い理由は、やはり輸入の果物が多いことですが、もう一つの理由としては、高品質だということです。石川県で開発されたルビーロマンという高級ブドウがありますが、先日初競りで一房100万円の値段がつきました。一粒が3万円もする高級ぶどうです。私の個人的な意見としては、高品質で値段の高い果物よりももっと気軽に食べられる果物が多い方が嬉しいです。